先ほど荒神谷遺跡をですね見てきまして、あそこに、358本だったからね、道犬が出土したということで、今度はここは鴨岩倉遺跡ですね。鴨岩倉遺跡に到着です。ここは1996年ですね、にですね、39個の銅鐸が発見されたという、鴨岩倉遺跡ですね。まあ銅鐸はですね、中国大陸で、最初に作られた頃はですね、いわゆる家畜のですね、家畜につける鈴みたいな感じの、感じで、使われていたらしいんですけれども、朝鮮半島から日本へですね渡ってくるその経緯とか、そういう、間にですね、これは今度は楽器とかですね、それからあとは要するに、神のですね、神を祀る祭器としての道具として使われたと。もちろんその時に音を出したり、それからそのまま、そこに置いたという感じで、祭器として使われたということだそうです。で、今いろいろ39個のですね銅鐸、ガイドというか、そこのここに勤めておられる職員の方からちょっと説明聞いたんですけれども、大体ですね紀元、前1世紀からですね、紀元1世紀このぐらいの間に作られたらしいということで、そんな説明がありました。また最近淡路島でですねまた銅鐸が発見されまして、その調査からですね、もうちょっと先にですね、紀元前3世紀とか、4世紀とか、その頃に作られたかもしれないというような説もあって、この辺りは考古学者の方でけんけんがくがくでございますので、そういう形で弥生時代ですね、古代弥生時代、古墳時代の前の弥生時代ですね、大和の国がですねできる前の弥生という言われるような、縄文の次の弥生って言われるような、時代にですね、弥生時代、米ですね、米の稲作が始ま、日本に伝えられた弥生人、弥生時代に、そういう、村々のですね、神聖な祭器にですね、この、使われていたという銅鐸でございますね。39個ですね、ここの鴨岩倉のですね、遺跡から発掘されたということで、はい、いつものようにウグイス法華経とこう泣いてますね。おあと日暮らしも泣いてるし、油ゼミですかジージーゼミですかね、じーっと鳴いてますね。おー、法華経、ウグイス、いいですね。はい。こんな感じで、ちょっと今日は7月30日、日曜日ということで、明日がもう31日で7月終わりなんだけれども、いよいよ、暑くなってきましたね。今までは雨が降ったり何したり大変な7月で、台風なんかもですね、
8個ぐらい、7月に生まれたのかな、というようなことですが、はい、到着ですね。ここですね。ここのですね、ここに今、こんな感じで岩がありますが、ここのところから、まあ、銅鐸が、出土したということだそうですね。はい。どこ、こんな感じになってますね。はい。こちらの面にですね、銅鐸がありますね。こういう感じで、こういう感じでですね、埋まってたんだね。ほら、こんな感じで埋まって。埋納状態の銅鐸ということで、弥生時代のですね、はるか2000年前のですね、この時の流れがですね、ここに行く、立つとですね、まあ2000年前に、こう、まあタイムトリップするというようなね、まあ司馬遼太郎の先生のですね、まあ、あだ名っていうか、まあ彼を継承込めて時空の旅人なんて、まあ言うてますけれども、司馬さんと同じようにですね、私も時空の旅人に、なったような気分でですね、今2000年前のですね、遺跡のですね、2000年前のことを思い出しながら、こんな遺跡の前で立ってます。加茂岩倉遺跡ですね。この前でですね、祭祀が行われましてですね、ここで神様がですね、降臨されたということですね。まあ、岩倉っていうのは岩座と書きまして、そこに神様がですね降りられるということで、神をまあ、こう呼ばれたんだね、呼ぶようなそういう儀式が弥生時代、まあ農耕時代の始まりの弥生時代にまああったんでしょうね。ここでね、村を挙げてそういう祭祀がですね、一年の、いつ、いつ、何、一年に何回行われ、行われ、